バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第511回目バスケトークラジオ始めます。本日お送りするのは岸とモン吉です。どうもおはようございます。おはようございます。あ、寝てたんですか。いやいや、2月24日木曜日0時23分というところから収録開始しているので、おはようございますということです。日が明けました。日が明けましたよということですね。おはようございます。はい、おはようございます、うん、さてさて、モン吉くん、今日は何を教えてくれるんでしょうか。そうですね、まあ本題に入る前に、うん、バスケファンの皆さんだったら結構、ご存知かもしれないですけど、あの、うん、ダブドリっていう雑誌あるじゃないですか、はい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 、もう今回でも13号まで出てるんですよね、うんうんうん、今回出たので、うん、今回の表紙がサーディ・ラベナ選手が出てて、はい、まあなんていうのかな、普通の月バスとかとはね、なかなかこう扱ってくれないような記事がいっぱい載ってて面白いんですけど、うんうん、今回なんと以前にこのバストラに出ていただいたことのあるストークス3人集ですね。おお、もうザストークスというかザ関西という感じのあの3人組がですね、うんうん、インタビューで、うん、あの文字が書いてあるページだけ数えても 14、5 ページぐらい、うん、はい、3人でトークしながらの、取材だったみたいなんですけれども、ね、出てまして、うん、はい、谷選手、松崎選手、堂原選手、この3人がね。で、実は私ダブドリのポッドキャストも興味あってよく聞いたりしてるんですけど、うん、その時のお話だと、もう本当にわちゃ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 したこう取材だったらしくてですね、脱線しまくりみたいな、うん、うん、でちょっと真面目な谷選手が、あの3人の中ではちょっと真面目な谷選手がそろそろ真面目にやろうぜみたいにするらしいんですけど、結局また元に戻ってしまうみたいな感じの、うん、わちゃわちゃした取材だったなんてことを、ね、話されてましたけれどもね、うん、それ聞いてるだけですごくあの買って読むのを楽しみにしてたんですけれども、うん、楽しみと言いながら今その一歩手前で止まっておりまして、うん、私、明日にでもゆっくり読もうかなと思ってますけれどもね、うん、皆様はもうお買い求めいただいてお読みになられましたでしょうかというところで、うんうん、はい、いや全員30代後半じゃないの、後半までいってないか、前半、あ、そんないってるんですか。もうでも30、そんなんですよ、うん、みんなベテラン組でしょ、みんな32、3ぐらい、うん、出るでしょうね。ね、このベテラン3人組にさらに河村選手なんかも入っちゃったりとかして、意外とベテラン多いですね、ストークス。で、あの3人は兵庫県出身で、若手も、うん、まあ県外やなんやって入ってくる中で力も持ってんだよね、うん、そうですね、うん、出てるもんね、プレイングタイムもしっかり持ってるもんね、3人とも。そうですね、うん、まあ、面白いところですね。 ぜひこうちょっとダブドリみんな見てほしいな。ボリュームもこれ見たからね。そうですね。で、その上で、うんうん、今ね YouTube でどんどん、古いものから配信してってるんで、隊長がそろそろ、うん、その松崎選手とかね、うんうん、谷選手とかが出てくださった回とかにたどり着きそうな感じなので、うんうん、そうですね、うん、そっちの方もあえて私の方も個人的に、これ聞いてくださいみたいな形でちょっと拡散しようかなと計画中ですけれども、うんうんうん、皆さんにまた聞いてほしいですよね。そうですね。だからこれが今まで続けてきてた、うん、その配信のなんていうかな、プラットフォームとしては、はい、なんかポッドキャストだったんだけど、うん、この YouTube に変わってで、また改めて聞き直せるというか、はい、うんうん、思い出していただけるいい機会なんじゃないかなと思うので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくねっていうところですね。そうですよね、うんうんうん、はい、そう、チャンネル登録大事なんで、これすみませんね、皆さん本当お願いします。いや、これね本当に、はい、うちわの話なんですけど、聞いてる人、聞いてくださってる人の半数以上はチャンネル登録してない人が聞いてくださってるんですよね。うんうんうん、だから結局こう新しいリリースをキャッチできていない人が半数いて、で半数以上いて、で4割とか3割5分の人たちが
チャンネル登録してキャッチアップしてくれてるっていう、こんな状況なんで、ぜひ一回ここにたどり着いて、今聞いてる人はすぐチャンネル登録していただいて、まだね、力のないラジオなんで、はい、最新を聞き逃すっていうことは結構多いと思うんですよ。でチャンネル登録してもらえれば、ちゃんとこう、アラートみたいに出てくるんで、あ、新しいのリリースされたなっていうのをキャッチアップしてもらえると思うので、ぜひぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょう。はい、さて本題です、はい、今日はですね、ワールドユニバーシティゲームズってご存知ですかね。いや、聞き慣れないと思いますけど。全然知らない、なんだあれ。はい、これはですね、うん、実は私たちぐらいの時代で言うとユニバーシアドっていうのがありましたけれどもですね、うんうん、それの名称変更となった大会なんですよ。名前が変わったんだ。そう、ワールドユニバーシティゲームズということですね。ほう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 。だからこれアンダー22というよりは大学生ってことですかね、うん、ユニバーシティゲームズだからね。そうだよね。大学に行ってないとダメなのかな、これ。ちょっとそこは私調べてないですけど、もしかするとそういうのもあるのかもしれないですよね。うん、大学選抜同士で対戦みたいな。もしかするとなんですけどね。そうね、世界大学大会みたいなことでしょう、うん、かもしれないですよね。うん、うん、でちょうど先日その2021年度、うん、バスケットボール男子 U22 日本代表チーム、うん、でその FISU ワールドユニバーシティゲームズ代表選考合宿参加メンバーっていうのが発表になりましてですね、おーおーおー、まあ、今日これからどんどん紹介していくメンバーの中から最終的に人数が絞られてですね、うんうん、選考合宿自体は2月の20日から24日、うん、だから、まあ、今24日の朝に日が明けて24日になったところですけど、今日の夕方ぐらいまでね、うん、福島県で、その選考合宿今行われているところだそうで、ほうほうほう、はい、ちなみにチームリーダーは中京大学の松藤隆明さん、うんうんうん、でヘッドコーチは白鴎大の網野さん、網野さん、ははでアシスタントコーチに大東文化の西尾さん、うん、という布陣になっておりましてですね、なるほど、はい、で今のところ24名が招集されてます。これからねお名前とかもこう読み上げながら紹介していきますけど、うんうん、最後まで読み上げた時にちょっとんって思ったりするかもしれないんで、まあ、そこはちょっと後での話になりますが、順番に、JBA の方から書かれてる順番にちょっと何順か分かんないですけどこれ、うん、紹介していきますと、うん、まず筑波大3年生の藤村選手2メートル3センチ、うん、それから、この藤村選手というのは阪南大から筑波大に行ってる2メートル3センチ大きい選手ですよね、うん、それから中央大学3年生の吉田選手、うん、197センチ、まあ、土浦日大出身の選手ですね、うん、それから東海大3年松崎選手、あ、まあ、これも言うまでもないですかね、192センチフォワード、でも知ってるな、伸びたの、それか、うん、多分このくらいですよね。で次が日大3年の飯尾文也選手、うんうんうん、まあ、日大の中心選手ですね、セカンドガード、うん、それから、白鴎大学の関谷選手、うん、キリが喜びそうだね。そうですね、ですよね彼、うんうんうん、それから、ここがポイントで京都産業大学3年生小西選手、うん、194センチパワーフォワード、おー、で今度青学3年生の和田蓮太郎選手パワーフォワード197センチ、うん、それから日本大学3年生佐藤大輔選手195センチでかいなみんな、うんうん、で中央大学の点取りは渡辺選手、うん、渡辺龍選手っていうのかな、これスモールフォワード192センチ、うんうんうん、それから白鴎3年シューティングガード183センチ杉山雄介選手、うん、それから、大東文化3年の高島選手、まあ、これはもう特別指定、ね、入ったりとかしてる選手でセカンドガード191センチ、うん、次、筑波大学3年浅井選手197センチ、確か大堀から来てる選手かな、それから、次大東文化3年中村拓人選手、まあ有名ですよね、それから、中央大学2年生内尾総理選手、うん、まあ、河村選手と同期のね、うん、
福岡第一の出身の選手、それから筑波大2年生の三谷圭志郎選手190センチ、それから来ました日本体育大学2年小川麻人選手、175センチのポイントガード、それから白鵬2年の市川選手2メートル4センチ、これなんかね白鵬大のねメンバーの中にあんまり映ってなくて、ああそうなの、うん、なぜかブレックスの練習に映ってたというもっぱらの噂でございまして、すげえマニアックな情報、はい、うん、それから早稲田大学2年星川健信選手、うん、スモールファーで185センチ、うん、とブレックス関係が今2人続きましたけども、うん、それから専修大学2年190センチの米山選手ですね、米山ジャバイオ選手っていうのかなこれ、うんうん、それから、白鵬2年、うん、セカンドガード193センチ、脇選手、うん、下級生でもう白鵬のエースを張ってるね、うんうんうん、岡山正代付属、あの、納屋さんの教え子ですよね。おー、あー、はい、おったな、はいはいはい、脇選手か。そうですね。なるほど。で、筑波大学1年、洛南出身の小川敦也、ポイントガード。うん、それから専修大学1年197センチのパワーフォワード浅野ケニー選手、選手いったんや、そうですね、うん、でそれからもう一人、筑波大の浅井選手197センチ、それから、東海大1年196センチ金近蓮選手、うん、以上24名ということで、あれあの人いなくね、誰誰誰、川村選手、あほんまやね、で、うん、これいろんな噂が飛び交ってて、うん、まあ私はおそらくフル代表の方の選考とかに呼ばれてるからかなと思ってましたけど、うんうんうん、そう思うよね、うん、まあ日程がギリギリ被ってはいないけど、うん、両方にはいけないみたいな感じなのかなとか、うん、っていうふうに思ってましたけど、うん、一方でなんかユニバーシティゲームスじゃないですか、うん、で大学生の部活に所属してないとダメで、うん、で特別指定で今 B コルに行っててめちゃくちゃ試合に出ていて、うん、今川村選手、うん、だからそっちの方に行ってることでこちらの方に参加できないとか、うん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 、もしくはそのまま大学の部活は馬場選手とかみたいに辞めて、うん、このままプロに行っちゃうからこっちに参加しないんじゃないかとかですね。あ、なるほど、いろんなこと考えるよね。まだ事実が、うん、はっきりしてないんですけど、うん、まあ私個人的に小川選手入ってるからよくねみたいなところもあるんですけれども、うんうんうん、まあ川村選手がいないっていうのは結構あのファンの間では衝撃っていう、なるほど、うん、ところだったみたいでですね。なるほどね。そうなんですね。で、これ実際に本番はいつかっていうと、うん、今年の6月26日から7月7日、うん、開催地が中国の成都。成都やね、うん。で行われるみたいですね。うんうんうん、まあでもメンバー見ててもでかいっすよね。でかいね。うん、もう195以上ないと、160、190、まあ金近選手とかちょっと別ですけど、うん、196、7ないと4番5番はやらせてもらえない的な感じになっちゃってますよね。うん、もう190、2、3、4ぐらいまではフォワードですよね。そうやね。で、うん、そういう人材が集まる日本になってきたんだな、これ。やっぱりゴロゴロいるんや。うん。本当にサイズアップしてきたんじゃないかな。うん。まあそんな中で小川敦也選手が190センチのポイントガードとして選ばれてるっていうところもまたね。うん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 。うん。結構筑波大の先生も割と、うん、中田選手の方がガードとしては熟練度は高そうなんだけれども、うん、見た感じ小川選手を我慢して使ってるっていう風に見えるシーンが多いみたいなんですよ。うん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 、
だからやっぱり一流選手を育てなきゃいけないっていう責任とかですね、まあ、選手にしてみたらなんだそりゃって思う人もいるかもしれないですけれども、もしかしたらそういう意図もあって、あの将来的な部分ですよね、特に小川選手をこのまま使い続けて4年生になったら確かに恐ろしい選手になってると思うので、まあそういうことなんかも見据えてね、プレイタイムチャンスを多めに与えたりしてるなんていうのもあるのかもしれないですよね、なるほど。特にこのポジションって経験がさ、もの言うところでもあるもんね。そうですよね、もちろん判断力、そう、ワンオンワンとか体の当て方とかインサイドアタックでこう経験が必要だっていうところもあるんだけど、ゲームメイク的にやっぱりこう、そうやね、やっぱゲームの中で体験していかないと伸ばせないところってやっぱあると思うから、やっぱり経験させてるんでしょうね。まあ、あとはボール運びさえもね、海外の激しいディフェンスでこう非常に圧のあるプレッシャーを受けた中でちゃんとボール運べるかどうかっていうところなんかもね、もしね最終メンバーに残るってところまで行くようであれば、もう最悪やられちゃってもいいからそういう経験積んでもらってね、まあ小川選手なんか多分そういうのもろともせず抜いてっちゃったりするんじゃないかって気しますけど、まああえて心配な点がもし、まあ、小川選手あるとしたら多分そういうところなんじゃないかなと、割とこういうビッグガードって言われてる選手って、まあ、今千葉ジェッツに行った赤穂選手なんかもそうですけど、ポイントガードと言いながらももう一人ちゃんと根っからのポイントガードみたいな人が同時にコートにいて、本当にやばくなった時はそっちの方がボール運んで助けてあげちゃうシーンっていうのが多くて、本当に最後の最後の土壇場でも一人で全部やりきるっていうのは正直私もあまり見たことがないんですよ。そうやろう、そうだからそういう経験を積ませようと筑波のね、先生もしてるのかもしれないですし、せっかくだったらね、そういうプレーをして、ただ2番的なことするんだったら別にポイントガードとして小川選手選ぶ必要ないわけなんで、まあそういう起用とかしてくれるとね、個人的には面白いなと思ってはいるんですけれども、あとやっぱもう一つの考え方として、はい、やっぱりこうどういうんかな、本当一ポジってバスケットの中でも本当にちょっと特殊なポジションやと思ってて、でここって本当に競技性が違うっていうほど違うんじゃないのと思ってるんね、僕は。で育成っていうのもめっちゃ難しいんじゃないかなと思ってて、はい、でそもそもがもう日本が血眼になってでかい選手はもういるの分かってるから、はい、その中でもやっぱ身長を、過去の身長を遡ってアンケート取って、もともと小さかった現在190オーバーの選手っていうのを探してくるっていうのも一つ大事なことなんじゃないかなと思ってて、まあそうですよね。やっぱりこうリアルにあのこのレベルの現場で切り上げていこうと思うと、ほんまにやっぱもともと小さいやつが急に背伸びましたみたいなんじゃないと務まらへん、どうしても局面ってあると思うね。そうですね、今度大きい選手が探してこれるのは分かったので、今度はこのどうにかリクルートスタッフの皆さんはやっぱり身長がそもそも低くて大きくなりましたっていう選手、これを探すっていうフェーズにもしかしたら来てるんではないでしょうかと。そうですね、思いましたね。だから私は本当にまあ金近選手なんかがどういうプレーするのかっていうのも個人的にすごく興味あるんですけど、やっぱ一番気になるのはその小川敦也選手が最終メンバーに残ってどういう使われ方をするのかなっていうところかなとは思っていて、でまあ小川選手に関しての凄さはね、もう皆さんご存知だと思いますけれども、そもそも福岡第一のね、あの方でも、あのまあ川村選手と一緒にやってたわけですけど、最初入口先生が先に目をつけて先に取りに行ったのは実は小川選手の方なんですよ。そうなんだ。小川選手の方が有名だったから。で
河村選手をスカウトに行った時、もう小川は入るの決まってんでしょみたいなことを河村のお父さんは知ってて、でそれを開口一番なんか言われて、面食らったみたいな感じのことが井出口先生の書いた本に書いてありましたけれどもね。でもうちはツーガードだからこの2人が来てくれたら最強になりますみたいなところで、そうですね、なんていうのもあるみたいですし、そうですね、だから低い選手で選ばれるとしたらでも本当彼、ですね、あと中村拓人選手もね、大東文化のすごくいいガードだと思いますけれどもね、これも選ぶの大変ですね、呼んでは見たもののっていうところですよね、ということで非常に、楽しみではありますね、皆さん覚えてください。ユニバーシアードではなく、ワールドユニバーシティゲームズです。なるほど。なんかちょっと覚えにくい感じしますけど、名前的にはね。なるほど。ユニバーシアードじゃないよ。まあこれも実際あと行われることを祈ってます。中国行くわけですね。中国の生徒か。で、選考は20日から24日。そうですね、まあ、こういうのもどんな感じで、ね、発表されるのか、なんていうのも私には全然縁がない話か分かんないですけど、どうなんでしょうね。そうやね、まあね、フル代表とはまた違った、ね、他の国と戦った時にどのぐらいのレベルなのかなっていうのは気になりますね。そうやね、フル代表とは違う。ほんで、アンダー22なんだけど大学選抜というね。だから U18 ぐらいまでは割と世界といい勝負できるんですよね。で、ここぐらいから実は差がつき始める年代じゃないですか。正直。そう。だから実際こんだけでかい選手を集めて。いざ世界の同世代と戦った時にどのぐらいの結果残せるのかっていうのはね、楽しみです。確かに、はい、というところでございます。 OK です。今日の私からは OK、 こんな感じやね。 OK、 ではさ、モンキーさん、はい、明日はですね、はい、3x3 のはい、日本選手権があるんだよね。日本選手権明日からあるんじゃなくて、明日は取材日なんだよね。取材日、そうなので、明日のバスラジも注目でございますということを。そう、日本選手権の取材というよりは、あるチームの取材ということですよね。そう、日本選手権は、今週末土日でファイナルが行われるんですけれどもね、ファイナルステージか。そう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 、ファイナルステージ。その出場チームに、ある一つのチームにインタビューをするとということでございます。いうことになっておりますので、こちらもぜひ皆さん聞いていただきたいです。大注目でございますよ。はい。はい。そう、こちらはね、あのゲストも来られるので、ちゃんと画像付きで。そうそう、映像付きでね、やりたい。はい、画像じゃないや、映像付きですね。はい。よろしくお願いします。行きますので。という番宣みたいなことをしながらの511回終わりたいと思います。はい、はい、皆さんも511回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸とモン吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。